はい、どうもこんにちは、ヨーリです。今回はプロの炭鉱夫による大きな流脈炭を楽かつ効率的に集める方法についてお話ししていきたいと思います。今回の方法では一緒に骨素材を集めないんですけど、骨素材も一緒になって集めたいって思われる方は道中で骨素材の場所についてもお話ししますので、自分好みにカスタマイズをして炭鉱夫をしてもらえればなと思います。それでは早速手順といきたいところなんですけど、簡単に前準備だけお話ししておきます。まず装備なんですけど、必須スキルは採掘の数を増やす地質学3だけですね。はい、他のスキルに関してはもう本当にお好みで OK です。ちなみに私は腹減り無効、威嚇、熱ダメージ無効っていうのは必ず積むようにしています。はい、で装備についてあまり深く考えたくないっていう方は、もう EX ギルドワーク装備に威嚇とか腹減り無効とか大将みたいなスキルを積んでおいてもらえれば OK です。で道中に植物系のアイテム、爆裂の実であるとかマンドラゴラですね、こういったアイテムを一緒に集めたい方は植生学のスキルも積んでおくといいですね。で、装衣なんですけど、装衣はもう隠れ身の装衣は固定で、それ以外は別に何でもいいです。はい、そして持ち物ですね。持ち物はもう戻り玉一つだけあれば全然大丈夫です。で、私はもしもの時のために一応スリンガー閃光弾と、回復薬グレートを積んでいますけど、もう本当にもう戻り玉だけで大丈夫です。はい、あと私回復薬グレートしまえないんですよアイテムボックスの関係上なので、一応持っていってるといったような感じですね。はい、あとはもう何も言うことなかったかな。あ、そうそうそう、ご飯ですね。これね、お食事ね、よくね、この猫の収穫祭は必要ありますかっていうような質問をいただく機会が多いんですけど、これ全然なくてもいいです。鉱脈の場所、採掘ポイントですね、全然時間で回復するので、収穫祭なくても全然 OK です。はい、ということで、早速実際に動かしてみながらお話ししていきますね、その方法を。はい、じゃあまずここのキャンプ3から出たら救援ののろしを吹きます。でこれちょっと時間差があるので、ちょっとなんだ、お友達が来てくれるまで待ちます。はい、お友達が来てくれたらライドコールで、ライドでモンスターを呼び出します。で実際に乗ったらマップを開いて、ここのね、何も触らない状態でここの、ここ丘サンゴエリアなんですよ。丘サンゴエリア11番の左下の甲虫、光虫ですね、ここに、ピンを合わせます。で連れて行ってもらいます。でこのね、このライドモンスターなんですけど、ランダムなんですよ、導きの血は。で、ハズレがギルを押すと、この子、この草食動物の子がちょっとね、動きがもっさりしてて遅いんですよ。で、まあ、ここに関しては、本当に速度を求められる方は、リセマラしてもいいかなとも思います。はい。はい、ここの光虫の場所に着きました。なぜ、ここに設定するかっていうと、これですね、採掘ポイントがある一番奥の場所だからです。はい、でここで採掘をしますね。あ、でね、この、採掘エリアの採掘のこの鉱脈の場所って大体、全部のエリア4箇所あるのかな、4箇所あって、大体ランダムで2箇所出現しているような感じなんですよ。なので2箇所、採掘したらもう次のエリアに行った方がいいですね。でここ、はい、これで2箇所目ですね。で今回は一応骨の場所も解説するので、今パッドは行動しないんですけど、こうやって2箇所採掘したらまたライドに乗ってもらって次の場所にピンを止めるといったような、感じで、なんだ、行動します。はい、で今から骨素材の場所ですね、骨ここにあります、ここですね。で一緒に骨を集められる方はここで採掘じゃないわ、骨をまさぐってもらうのと、あともう一つ、ここの11番には、今ないかな、今ないけど、ここにあります。はい。そして、他の一応、鉱脈の場所もお話ししておきますね。で、さっきの光虫の場所と、もう一個取った場所になかったら、ここにあることが多いです。これ。なんか珍しく3つありますね。大体2つなんで、もう2つ取ったら行った方がいいです。はい。ここと、こっちの先ですね。ここ。あれ？なんでこんなに4つもあるんだろう？もう回復した？そんなことないと思うんだけどな。まあ、こういう珍しいパターンもあります。はい。んで、骨ですね。骨は、ここと、あと、あれ？ここか。ここですね。
はい、骨は2つしかなかったですね。ということで、もう鉱脈終えたので次の場所に行きますね。で、ライド呼んでもらってマップを開きます。で、この今何も触っていないマップの状態の十字キーの下を触って、ここの左下ですね、火山エリアです。火山エリアにある爆裂の実にピンを合わせます。で、そこに運んでいってもらうまでしばし放置をします。この間に別にスマホ触ってもらってもいいし、漫画読んでもらってもいいし、まあ、ここは好きに時間を潰してもらえればなと思います。はい、火山エリアの爆裂の実の場所に着きました。なぜここにピンを合わせるかというと、ここに鉱脈があるからですね。はい、そしてここ火山エリア、熱ダメージ向こうのスキルを積んでいない方はクーラードリンクを飲まなければいけないので、それも一応頭の片隅に入れておいてもらえたらなと思います。それじゃあ、採掘していきますね。ここがまず一つと、あ、ね、巨大鉱脈が発生って今なったじゃないですか。溶岩エリアの場合はここ左側のここら辺に、あった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 、ここに2箇所あるんですよ。ここに1つと、またもう1つは歩きながら説明しますね。で、ここに1つあります。で、ここになかった場合はもう1つの場所っていう風に記憶してもらえれば OK です。そして2つ目の、溶岩じゃないわ、採掘、採掘鉱脈を探しに行きます。で、こんな感じで、うっかり大型モンスターが2体いたりとか、もうめちゃくちゃこう血の気の多い大型モンスターがいる場合は、もう火山にはねあんまり近寄らない方がいいんですよね。で、こういう場合はもう、早めに隠れ身の装備を着といた方がいいです。はい、で、もう一つ鉱脈の位置はここと、今もう2つあったのでおそらくもうないかな。うん、で、これ今ちっちゃくなっちゃってるじゃないですか。ちっちゃくなったのは大きな鉱脈が発生したからですね。で、大きな鉱脈もう一つどこにあるかっていうと、ここの場所にあることが多いです。てか、ここの場所にしかないです。はい、で、あえて今鉱脈が発生しましたっていう風になって、鉱脈がちっちゃくなっちゃったじゃないですか。そういう場合ってこんな感じでね、鉱脈自体が更新されるので2つ以上あることが多いです。はい、さっきの場所とね。はい、そしてここと鉱脈、あと、ここでマンドラゴラ拾えるので拾っておいた方がいいですね。あと、ここニトロだけ。はい、ここと、あとここ、ここに鉱脈があることが多いです。はい、で、一緒になって骨を探したい方は、骨がね、ここに大体1個あるのと、あとね、私ね、あんまり骨まさぐらないからしっかりは知らないんだけど、3つしか知らない。で、もう1つここですね、ここ。ここの骨と、で、もう1つがこっちにあります、骨。まあ、ここら辺に大体いつもありますね。今ないかな？今はない。はい。ということで、火山エリアでやることはこんな感じです。溶岩エリアか。でやることはこんだけです。で、またここで鉱脈というか採掘を終えたら、再度ライドに乗ってもらって、で、またここの光虫、さっき言ったところですね、にピンを合わせてもらって、あとはもうひたすらこの工程を繰り返すだけです。結構単純でしょ？うん。で、火山か岡山湖エリアにすごい炭鉱夫を邪魔してくるモンスターが出現した場合は、正気エリアとか、あと雪山エリアですね、そういった地域に、行く必要が出てきます。岡山湖エリアについて一通り採掘を終えたら、実際にその出た手で他の地帯の採掘っていうのも解説していきますね。はい、光虫の場所に着きました。まずここですね。さっきも同じでしたよね、場所。ここにありましたよね。ここにないことも全然あります。てか結構多いです、ここにないこと。はい、んで、ここの場所、ここに今回ないので、さっきちらっと見えましたけど、ここの採掘をします。はい、んで、大体ね、2つしか出ないんですよ。で、3つあることもあるんですけど、結構稀で、ここをね、もう3つ目探しちゃうと、さっきのこっちの場所にあるんですけど、3つ目までね探してなかったら、その分結構時間食っちゃうので、こんな感じでなかったら時間食っちゃうので、もう2つ終わったら次のエリアに行った方がいいです。はい、で、今、で、また火山エリアに、本来ならね、火山エリアの、爆裂の実の場所ですね、本来ならここに行くんですけど、一応火山エリアにラージャンが出た
というような、場合を想定して、今回は、雪山エリアですね。雪山エリアに行きたいと思います。雪山エリアはどこだったかな。ここら辺のね、打ち消しの実があるんですけど、この打ち消しの実に設定します。でしばし放置します。はい、打ち消しの実の場所に到達しました。で、鉱脈の場所なんですけど、まずここに一つ、あ、ありましたね。ここに一つあります。別にね、ここのなんだこれ、残裂の実にピン合わせてもらったり、光虫どっかにいるみたいですね。ここのスタミナライチュウとかに合わせてもらってもいいです。はい、私は一応打ち消しの実の場所で覚えてるだけなので。で、巨大鉱脈なんですけど、ここと、あともう一箇所、ある場所があるんで、そこも案内しますね。巨大鉱脈が発生したら、ここにあります、一つ目は。で、鉱脈の場所、もう一つが、ここら辺、ここはないか。ここら辺に、ここはないわ。ごめんなさい、ここは骨でした。骨が、ここにあることがあります。はい。で、もう一つ、鉱脈なんですけど、あともう2、3箇所あるんですけど、ここ今富士中があるところ、ここら辺にもう一つ出現することがありますね。んで、ここないね。ここら辺にもう一つ、鉱脈があります。こうんで最後ここですね、4つ目、ここに鉱脈があります。はい、とまあこんな感じで、その大きい鉱脈ですね、なんだ、導きの結晶が絶対出るやつ。導きの結晶が絶対出るやつは、ここら辺にあります、大体。もう一つはね。はい。ということで、また、ここの採掘を終えたら、こっちですね。この、光虫の場所に戻る。といったような感じのことを、もう延々繰り返すだけです。はい。はい、ということで、まあ実際のその採掘の過程ですね、炭鉱夫の過程に関しては以上になります。また何かわからないこととか、聞いてみたいこととか、そんなんがあればコメント欄でぜひぜひコメントくだされば、私ね、大体全てのコメントに、コメント返しする変態なのでこう質問してもらえればと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。皆さんもぜひぜひ楽しんで炭鉱夫ライフ、やってみてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はゆりでした。またね。